iPad mini は仕事を助ける最高の iPad です。はい、皆さんこんにちは、くんよつです。今回は iPad を仕事で活用している場面をサクッとまとめました。仕事では MacBook を使う時間がかなり長いんですけど、 iPad mini が登場する場面もたくさんありますのでご紹介します。ということで始まりました、くんよつスタジオ。チャンネル登録がまだの方、ぜひ登録お願いします。 iPad mini をメインの端末として仕事をするのはなかなか難しいですけど、逆に MacBook だけで仕事をするのもかなり大変です。そうです、 iPad mini がないと正直仕事が困るレベルで日常で使っているので、普段仕事で iPad を使ってないという方にもぜひご覧いただきたいですし、 iPad mini はプライベートでしか使っていないという方も一度仕事で使うことを検討してみていただきたいと思います。今回は多くの人に当てはまりそうな5つのシチュエーションでまとめてみました。メモ。一つ目はメモです。仕事中の急な電話、同僚からの依頼事あると思います。そんな急な場面でもさっとメモを取れるのが iPad mini です。コンパクトだから常にデスクの上に置いてあっても邪魔になりませんし、常にカバンの中に入れていてもそんなに重くないので持ち歩くハードルもかなり低いと思います。使うのは純正メモアプリのインスタントメモとクイックメモです。インスタントメモはロック状態でもすぐにメモアプリが起動できる機能で、 Apple Pencil ならスリープ状態で、他社製のスタイラスペンでも画面を一度タップしてからペンでタップするとすぐにメモができる状態になります。そして iPad を使っている時は右下から中央に向かってスワイプすると登場するクイックメモ、小さいメモのウィンドウが登場してすぐにメモができます。この2つは本当に便利な機能で、この機能なしではやっぱりデジタルより紙だよねとなりかねませんが、この機能のおかげで紙にメモを取るのと同じスピードでデジタルでメモが取れるので、メモ帳のペーパーレス化をするには必須ですし、仕事でまず使ってほしい機能です。メモアプリは他にも便利機能満載、別の動画でまとめているので一度ご覧ください。タスクの確認。二つ目はタスクの確認です。一日の始まりはタスクの確認から始まります。使っているのは大人気ノートアプリ GoodNotes5、 自作した PDF を使っておりまして、その日のタスクを手書きで書き出しています。この方法については別の動画でまとめておりまして、この PDF も無料で配布しているのでぜひ一度ご覧ください。テキスト入力でパパッとやってしまうのもいいんですけど、一つ一つタスクの細分化をしながら書き出すことで頭を整理しつつその日の確認ができるので、僕は手書きでタスクの確認をしています。打ち合わせの記録。3つ目は打ち合わせの記録です。社内での打ち合わせからお客様との打ち合わせまで、相手がいる場合にまず開くアプリは GoodNotes5 です。先日のアップデートでついに録音機能が実装されて、よりビジネスで使いやすくなりました。新規ノートを作れるショートカットをタップして、まずは録音ボタンを押します。あとは打ち合わせに集中しつつ重要な部分をメモしていきます。打ち合わせの内容は録音されているので、書き逃しても安心して後で聞き直すことができるので、 GoodNotes5 は打ち合わせでの強い味方になってくれます。 iPad mini はコンパクトなので打ち合わせのテーブルに置いてあっても邪魔になりません。この方法についても先日動画にまとめておりますので、ぜひそちらご覧ください。外出先でメールの返信。4つ目はメールの返信です。iPad mini はコンパクトなので、立っている状態でメールを返信することも簡単にできますし、外付けキーボードを使ってささっとテキスト入力してしまうこともあります。このコンパクトさなので、さっと手に取って、移動中、車の中でも返信してしまうこともあります。場所も体勢も選ばず使うことができるのは大きなメリットで、隙間時間を活用したちょっとしたタスクをこなすのもこの iPad mini なら可能です。MacBook の補助。5つ目は MacBook の補助です。iPad と MacBook の組み合わせは最高で、サイドカーとユニバーサルコントロールという機能を使えば MacBook がパワーアップします。サイドカーは iPad mini を MacBook のサブディスプレイとして使うことができる機能で、ユニバーサルコントロールはこの iPad mini に手を伸ばさずとも
MacBook のキーボード、トラックパッドで操作ができる機能です。iPad mini はサブディスプレイとしてはコンパクトですけど、それだけに MacBook と一緒に持ち運ぶには最適なサイズですし、Mac のファインダーをこの iPad mini の方に表示させて使うと、より作業が効率化できたり、調べ事の時とか、最近だと ChatGPT の画面を常にこの iPad mini の方に表示させておいたり、常に開いていると便利なものを iPad mini のサブディスプレイの方に置いておけば作業の効率化間違いありません。はい、ということで今回は iPad mini を仕事で活用している場面をご紹介しました。どれもこの iPad mini のコンパクトさあっての使いやすさだと思いますので、個人的にはなくてはならない存在です。メインの端末にはなれないけれど、なくては困る、そんな iPad mini はビジネスの場面で他にも活用できることがたくさんあると思います。ぜひ皆さんの iPad mini の仕事での活用方法をコメント欄で教えてください。それでは今回の動画はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。